こんなメールが来てたので、あ、ebay Japan か。ebay.com セーラーポータルっていうところですかね。なんかこんなメールが来てたので、これは Gmail の方に来てたので、ちょっと話していきたいと思います。まあ、これがですね、まあ、これ円安なんですよね。今とんでもなく円安じゃないですか。だからなんか ebay とか ebay Japan がこんなキャンペーンやったみたいなんですけど、来たのが10月14日の1時28分ですね。今から、まあ、半日前ぐらい。 まあ、eBay をお得に始めるキャンペーン、今なら全落札手数料全額オフめ。めちゃくちゃいいじゃないですか、これ。いいですね。で、eBay スタートアップキャンペーン、今なら落札手数料は全額オフです。申し込み期限が2023年の1月15日まで、まあ。結構長いですね。あと10、あと3ヶ月ぐらいですかね。いいですね。で、円安のこの時期に eBay で海外販売に挑戦、キャンペーンに申し込む。 え、これは、だって eBay のアカウント持ってる人だったら来るかもしんないんですけど、持ってない人だったらそもそも eBayJapan とか登録してないから、このメール自体来ないですよね。っていうことは分かんなくないですかって思っちゃうんですけど、まあ一応僕があの代わりに紹介してしますっていう形ですかね。 まあ、とりあえずキャンペーンに申し込むっていうのはありますよと。で、現在、長期的に円安の動きが続いてあり、まあそうですね、日本から販売において高い利益を得やすい状況にあります。でも本当そうだと思います。僕が本当に最初の方、1ドル90円とかの時代でもやってたので、まあ、それに比べたらとんでもない円安だなっていうのは思いますね。 で、新たに eBay で販売を始めてみたい。もしくは2020年の4月からキャンペーン申し込み時まで出品数が0のセラ上げ方の限定。こんないんいないですよね、多分。<laughs> 4月からキャンペーン申し込みまで出品数が0とか。で、落札数量に100% eBay が負担するキャンペーンを実施します。あ、1アカウントにつき上限があるんだ。200ドルまで。え、微妙っすね。200ドルまでって。2万円ぐらいですか ?3 万円ぐらいですか今だと。 円で微妙じゃないですか。ああ、ファイナルバ,バリューフリーです。あ、フィーですね。そうそうそう。100%, 100キャッシュバックしますと。で、全カテゴリー対象、キャンペーン。で、キャンペーン詳細、条件。まあ、本キャンペーンの対象は新たに e ーを始め、もしくは2022年4月から 申し込みまで出品数はゼロのセラー様に限ります。まあ、そんな人いるかと思いますけどね。いるんですかね。ゼロの人とか。まあ、今から始める人はいいんじゃないかなと思いますね。すで既に eBay で販売を行っているユーザーは対象外になりますので、ご留意くださいって言われてるんですかね。ご注意なんですかね。わかんないですけどで。日本在住の方。あ、日本の方なんですね。登録アカウントが日本の方。eBay の US ですね。eBay っていうのは UK とか、あの、 登録できるので US、アメリカですねあ、複数のアカウント保有している場合も本メールを受けたと登録メールアドレスの秘密がアカウントのみが対象となりますなるほど。セラーポータルで参加申し込みが必要ですキャッシュバックの対象の条件は別途ございますため注意点も合わせてご確認くださいで参加いただえば上記が返金対象がなる場合もありますなるほどまあ、200ドルぐらいがなんか手数料無料になったところで 別に美味しくないですけどね、普通に。で、まあ100、100%キャッシュバックします。1アカウントは次200ドル。なんか、しょぼくないですか、200ドルって。いや、もっとなんか、2万、2000ドルぐらいなんか、やりよって思っちゃいますけどね。で、まあ、こっから見れますね。ストアの保有の確認はこちらから。 でキャンペーン期間中に新規で出品した、ああ、なるほど、商品が対象ですで。キャンペーン期間前に出品した商品、ああ、なるほど、編集、変更、在庫の追加を行っておいた場合は対象外になります。キャンペーン前に出品した商品の在庫数の追加は本キャンペーンにおける出品にはカウントされません。でエンドした商品、再出品、リリストは出品カウントされません。対象外となりますと。 で、キャンペーンの申し込みにクリックして、このキャンペーンに参加するをクリックするだけ。一応ち商品情報、スニーカー、カード、コレクティブル詳細、ゲーム、中古カメラ。なるほど。ご注意点。参加には必ずセラーポータルからの申し込み。このメールが届いしてない方でどうなるんですかね。まあ、お問い合わせはこちらと。 いう感じですね、まあ、なので、まあ、確かにですね言ってることは本当その通りで今円安なんですよ本当と30何年ぶりとかでしたっけあのぐらいの円安なんですよねだから日本円で持っていても価値は下がってるんですよ本当に20%ぐらい価値は下がってるんですよ今日本で持っているお金まさに銀行に入れていて眠ってるお金ですよこれが本当に価値は下がってるんですよ だったらそのお金を商品に変えて eBay とか海外に輸出してで円安の恩恵っていうのを得られる一つの収入の柱を作るっていうのはすごく理にかなってると思うんですよ。確かに今始めるんだったら僕はすごくいいんじゃないかなと思います。もちろん人によってはですねあの送料が高,高いからオワコンですわとかあると思うんですけども確かに難しくはなってますよそりゃ。でも稼げてる人もやっぱりいるわけじゃないですか。 うん、でも稼げてる人がやっぱり 10%20% いる世界ってオワコンじゃないと思うんですよね。それはブログでもそうじゃないですか。ブログオワコンとか YouTube オワコンとか。なんか一言オワコンっていう人って多分全部のビジネスに多分文句つけてオワコンって言ってなんかやらないだけなんじゃないかなって思いますね。うん。ではやっぱ僕は思っちゃいますね。でも稼げてる人が一人でも二人でもいるんだったら あの可能性っていうのもあるわけでその可能性をチャレンジする時期っていう時は確かに円その送料が高くなった代わりに円安でその利益率が変わってくるからまあある意味相殺できるみたいな感じで思ったりとかすればいいしまああとはですね普通に。 あの海外に商品を出品するとか販売する、えー、発送する梱包するやり取りをするこういったものって人生においてかなり経験値っていうのが上がりますのであの経験値上がるためにも、まあ、eBay 僕はかなりおすすめはしてますね、まあ、別に僕はブログでもアフィリエイトでも、まあ、YouTube でもコンテンツ販売でも全部おすすめするんですけど、まあ、もちろん物販もおすすめしますしメルカリもおすすめしますし電子書籍もおすすめしますし そう。だからオワコンっていうのはないんですよね、特に。うん。っていうのは思いますね。あ、そうそうそう。だからこのメールわかんないですよね、来ないと。うーん、どうしようかな。なんか別にこのまま YouTube の概要欄に貼っといてもいいんですけど、まあ多分ですね、あの eBay セラーポータルとか、 に検索すれば出てくるんじゃないですかね、多分。それか ebay スタートアップキャンペーンとか検索すれば、まあ出てくるんじゃないですかね。まあもしですね、それでも出てこなきゃいなっていう人はですね、まあキャンペーンを行きたいっていう方は、なんか個別で Twitter とかでメッセージいただければ、このままコピーしてあの貼り付けて送りますので、あの利用してみてください。はい。じゃこんなこともありますって感じですね。 まあ確かに円安なので一つの輸出ビジネスっていうのは円安に絡んだビジネスがそうですね円安に絡んだビジネスを一つ自分の柱として、えー、収入の柱として今作るのはいいんではないかなっていうのは思いますので、まあ、今までやってないことはですね一回チャレンジしてもいいんじゃないかなと思いますので頑張ってみてください